やっぱり小椋佳さんと一緒に歌わせていただくっていうのはものすごい緊張することですし、でもこう不思議と包まれる感覚もあるので、だから歌い終わった後はすごい達成感というか、もっと自分自身頑張っていこうみたいな、そんな気持ちにさせてくれますよね。高音のきれいな声を出す人でありまして、本当羨ましいぐらいな声ですね。僕も30年前だったらこの声が出たのになとか羨ましく思ってるんですが、ご紹介します。林部聡さんであります。ここ3年間では多分一番一緒に歌わせていただいてるじゃないですかね。小椋佳さんに歌詞を作っていただいた曲を歌ったわけなので、やっぱ歌詞に対するこの伝え方っていうのは、もちろん自分のコンサートの時も伝えようとは歌うんですけど、やっぱり倍なんかこう伝えようとする力は強くなるような、そんな感覚はしますね。毎年すごく元気になってるなっていう印象があって、そしてもちろんそこにつられて僕たちも背中を追うような、頑張らせていただけるような、そんなパワーをもらってますし、生きる力、歌の力を感じさせられる、そんなコンサートだったかと思います。そして歌い手としての小椋佳さんにいつもその力をいただいております。だから皆さんも結構力をもらえる、そんな番組になるんじゃないですか。